皆さん、こんにちは。滝沢の勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。エレキギターを始めたのはいいけれども、どんな練習したらいいんですか、どんな曲を弾いたらいいですかという質問をすごくいただきます。よくそういうコメントをたくさんいただきます。本当によくいただきます。で、僕はそれに対して毎回同じことをコメントするんですけれども、もう弾きたい曲を片っ端からやってくれと。もう自分が好きな曲、弾きたい曲、もうそういうのがたくさんあるわけじゃないですか。もうそういうのも片っ端からやっていけばいいんですよ。で、そのなんかわーっとやっていくうちにだんだん分かっていくから、そんなもんでも片っ端から好きな曲をチャレンジしてくれ、わーって返してるんですが、もうむしろ、もう一からこの順番で弾いてくださいっていう感じで、滝沢セレクションしてみてもまた面白いのかなと思ったので、ちょっと新しいシリーズの動画を始めてみることにします。初心者はまずこれ弾けシリーズみたいな感じで、できるだけね、そのいろんなジャンルで、洋楽、邦楽をね、こう、織り交ぜてやっていこうかなと思っております。ちょっと僕のね、個人的な趣味も入っちゃうんで、その辺はちょっとご愛嬌って感じですけれども、もし皆さんが知らない曲であっても、YouTube の検索窓に曲名をプンと入れれば、公式の MV とかが見れるような有名な曲を中心にピックアップしていきますので、もし知らない曲があっても、そこはですね、ああ、知らないから飛ばそうとかではなくて、をちょっと滝沢さんが選んでるんだから、ちょっと一回聞いてみようかな、つって、方法はこういうジャンルがあるんだ、へえ、知らなかったな、みたいな感じで皆さんの音楽感も広がればいいなという意味も含めて、ちょっと進めていきます。で、順番にこうね、難しくしていこうかなと思っているので、知らない曲があっても、知ってる曲があっても、順番にやってみていただけると、また面白いのかなって感じです。で、もし、やってほしい曲、取り上げてほしい曲がありましたら、ぜひリクエストとかコメントとかしてみてくださいませ。難易度によるので、ね、必ず毎回拾えるとは限らないんですけれども、いろいろとね、僕も曲を教えてもらった方が参考になるので、そういうのもね、コメントしていただけるとすごく嬉しいなという感じです。今までこういう既存の曲の解説はね、できる限りやらないようにしたんですけれども、今回に関しては、ちょっと僕チョイスになりますけれども、僕チョイスで、わーっとやっていきますので、もしよろしければ、片っ端から順番にチャレンジしてみていただければなって感じですね。これでまたこうね、新しいギターの楽しみ方が、増えたりとか、もしくは、ね、その皆さんが知らない曲を知ることで、また音楽が好きになったりとかしてもらえたらすごく嬉しいなという感じでございます。そんな感じです。ではでは、ちょっといろいろともう曲は決まっているんですけど、その辺は続々公開していきますので、お楽しみということでございます。とりあえず、今回のこの動画はご紹介の動画という感じです。よかったら、なんかこうね、片橋からお付き合いいただければって感じですよ。そんな感じでございます。それでは次の動画からちょっと本編がスタートしますので、一緒にギターを練習していきましょう。そんな感じですね。ほい！はい、頑張りましょう。